こんにちは、ケンシです。今回の動画ではこちらの岩谷さんから出ているジュニアコンパクトバーナーの方をご紹介していきたいと思います。まず値段なんですけれども、こちらは Amazon で税込み3710円、送料込みで購入することができるので、シングルバーナーの中でも結構安い分類に入って、なおかつ失敗がないというところなので、初心者キャンパーだったら迷ったらこれを買えっていうふうに言えるほどの、買って間違いないの大人気のシングルバーナーになっております。入れ物はこの見ていただければわかると思うんですけども、こんな感じのハードケースに入っています。早速中身を開いていきたいと思います。折りたたまれている状態ではこんな風になっているので、結構コンパクトになっているので持ち運びも便利じゃないかと思います。で、ちょっと一回組み立てていきます。で、組み立てていくのもものすごく簡単で、まず足から出していきたいと思うんですけれども、足が3本あります。で、この足を1本ずつこう1回立ててあげるイメージですね。この全部最初に言っちゃうと、この足同士が絡まってうまく開かないので、こうやって風に全部足を立てたら、こんな感じでこれで完成です。で、そうするとこんな感じで自立して、で、上のごとく部分ですね、これはこういう風に一つずつ時計回りでも反時計回りでも順番に上げていけば、こんな感じで組み立てができます。で、見た目の印象としては割となんか今風なデザインというよりも古くからあるような見た目ですね。なんかブリキのおもちゃとかを思わせるようなデザインになっていると思います。で、昔から売られているもので、Amazon とかだとアウトドア用のシングルコンロ、まあ、シングルバーナーの中でベストセーラーの1位とかをずっとキープしているような商品なので、長く愛されている商品じゃないかなと思いますね。で、操作はとても簡単で、この右のつまみですね、このつまみを開いていって、で、この上にある点火スイッチを押す。そうするとこの上にあるところから火花が飛んで着火するというような仕組みです。こちら使用する燃料はこちら、これも岩谷さんから出ている、こちらは CB 缶で、まあ、カセットボンベの略ですね。これ普段からカセットコンロとかで使うような燃料なので、結構慣れ親しみもあるし、で、どこに行っても手に入りやすいし、で、かつ OD 缶とか、まあ、アウトドア缶に比べると値段も安いのでコスパがいいんじゃないかなと思いますね。ですので、こういったのに慣れ親しんでいるっていうことを考えると、まあ、初心者とかでも安心して使えるところがすごく優れているところだと思います。で、取り付け方法はとても簡単で、こちらの方の取り付け部分があるんですけども、ここにちょっと出っ張りがあるところがあるんですよね。で、これが CB 缶のこの上のくぼみの部分にはまるように斜めにセットして、で、それで押し込みながら右に回す。そうするとこの矢印があるところがちょうど真上に来るような構造になっているので、これでセット完了です。組み立てもセットもものすごく簡単なので、誰でも迷うことなくできるんじゃないかなと思いますね。で、使い方はこの右のさっきのダイヤルをひねって、今音がしたと思うんですけども、この音が出たらこの手前のスイッチがあると思うんですけども、この点火スイッチを押せば火をつけることができます。で、最大火力だとこんな感じです。だいぶ安定した火が立ち上がりますね。これなんですけども、このつまみとこのガスの調整するこのダイヤルのつまみとこの点火スイッチがものすごく近くにあるんですよ。ですので、このまま開いて押す。この操作性が抜群にいいですね。外の ST310 とかも結構近いんですけども、純正のままだとスイッチが下にあってものすごく押しづらかったりするんですけども、この岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーは全部この数センチですね。このダイヤルからここまでの距離が本当に2、3センチぐらいの距離で操作ができるので、ほぼ手を動かすことなく、これだけの動きでガスを出して点火するってことができるので、ものすごく使いやすいです。あと、この見た目の特徴としましては、こちらですね、この4本広がっているものがごとくになっているんですけども、これがちょうどここの炎が出る部分があるんですけども、これが真横から見ると、ちょっと畳みますね、一回。畳むと、こういう風に割と結構面なんですよ。ここと、この風防っぽいところと、この燃焼部分っていうんですか、炎が噴き出す部分が
ほぼほぼこう面なんですよね。この高さが同じっていう意味なんですけども。で、そうすると風にちょっと煽られやすいかと思うんですけども、これ実はこの五徳自体が風防の役割をして、で、それで風に強いというような設計になっているらしいです。で、これに関しては後で扇風機の風を当てて、まあ、どういう動きをするのかってことをまた見ていきたいと思います。で、この五徳に乗せられる鍋っていうのが18センチの鍋で、鍋底が16センチ以下のものまで乗せられるような設計になっております。で、よく見るとこの五徳が1段ずつ変わっているんですよね。ですので、ちっちゃいクッカーから大きいクッカーまである程度の大きさまでだったらフィットするようなものになっております。で、例えばこちら外のクッカーがあるんですけども、これを乗せてみるとこんな感じですね。4点で支えているので結構安定性は抜群だと思います。ただこの五徳の形状から、例えばこういうメスティンとかを乗せるっていう風になると、結構なんか座りが悪くて、ちょっとこういうタイプっていうんですか、長方形とか丸だったり四角じゃないものは置きづらいんじゃないかなと思います。で、ラージメスティンとかになればだいぶ底が大きくなるので安定はしてくるんだと思うんですけども、少し幅が狭いものになるとちょっと乗せづらいですね。で、そういった場合は、まあ、こういったバーナーパッドとかこんな感じで置いて、でその上で調理をするっていう風にすれば安定性も出るので、まあ、こういったまた別にこの五徳みたいなものとか、まあ、そういうバーナーパッドとかを用意すれば乗せづらいものだったりとか、で、あとはこういったシェラカップですね。このシェラカップだと下の径が小さいとだいぶ安定もしないし、火に近すぎてしまって、まあ、燃焼効率も悪くなっちゃうのかなと思いますので、まあ、そういった時にはこんな感じでバーナーパッドを乗せて、こういう風にやれば、まあ、ちっちゃい径が小さいものだったりとか、まあ、形が少し長細いものとかでも安定して置くことができますので、そこは注意しなければいけないポイントじゃないかと思います。で、あとはこの火が出るところが真ん中に集中していますので、点で温めることになると思うんですよね。ですので、こういうふうにクッカーを乗せて調理をするっていうふうに言っても、結構中心が焦げやすいんじゃないかと思います。まあ、アルミのクッカーとかでやれば、そこそこ熱伝導率はいいので、全体が温まるから問題はないと思うんですけども、ステンレスだったりとか、まあ、ちょっと強火で調理をするとかっていうふうになると、どうしてもやっぱり、この火が直接当たる部分が一番熱くなりやすいと思いますので、そういった場合もこういったバーナーパッドとかを使って、この点で出てくる炎を面の熱に変えるとかっていう風にすれば問題なく、まあ、アルミのクッカーはもちろんですし、ステンレスとかあとはチタンのクッカーとかでも問題なく焦がしづらく調理することができるんじゃないかと思います。ただ問題点としましては、こちら遮熱板がないんですよね。ですので、こんな感じで調理をして、まあ、ちっちゃい鍋でお湯を沸かすとか、あとはラーメンを作るっていうぐらいだったら全然問題ないと思うんですけども、こんな感じでバーナーパッドを置いて、それで上で弱火とかとろ火でじっくりと調理をしたいとかっていう風になると、このバーナーパッドってものすごい輻射熱が出るんですよ。で、熱を遠赤外線に変えてくれて、でそれで柔らかい炎で調理ができるっていうメリットがあるんですけども、こう火をつけていると暖を取れるぐらいの暖かさになってくるんですよね。そうするとこういうバーナーパッドとか、あとはスキレットとかも同じだと思うんですけども、そういう風に上に乗ってるものが結構な温度になるとか、輻射熱がすごいものとかだと、このカセットボンベが温まってしまって爆発する危険性とかが出てくるんですよね。それを注意しないとダメだと思います。まあ、普通にお湯を沸かすとかであれば全く問題ないような設計になっているんですけども、やっぱこういうバーナーパッドを使うとか、スキレットを上で温めるとかっていう風になると、どうしてもこの輻射熱がものすごくこの CB 管に伝わってしまいますので、そうすると思わぬ事件につながることがありますので、そこはものすごく注意しなきゃダメな点だと思います。そういった時用に僕はこちら遮熱板を購入いたしました。こちら Amazon で税込みで1380円で、そこそこの金額がしてくるんですけれども、やっぱこういうバーナーパッドを使うシーンだったりとか、あとはスキレットを使うシーンとかっていうのは、まあ、そんなにないんですけれども、やっぱこれが1枚あるかどうかだけで、その安心度っていうのは結構変わってくると思うんですよ。中にはもうそんなの気にしないぜっていう方もいると思うんですけども、そういう油断が大きな事故につながると思いますので、僕は必ずこういうものを使うときはこの遮熱板とかも一緒に購入するようにしています。で、使い方はこれ見てわかる通りなんですけども、溝に差し込む
っていうふうにもうこれに書いてあるんですよ。ちょっとダサいんですけれども、まずこう入れてその後にこうやってずらして固定するものになっております。でこれ直接カチッてはめるだけのものもあるんですけども、それだと取れやすかったりするっていうレビューが結構あったりしたので、僕はこのかめてから横にずらして固定するタイプのものを使用しています。で使い方はすごくシンプルで、こう見ていただけるとここのところに3つ溝があるんですよね。この下から一番上までどこでもいいんですけど、僕はこの一番上にこんな感じで当てはめて、でそれで横にずらして固定して使用しています。でこうすることによって、例えばこういうバーナーパッドを上に置いて、でそれでとろ火で調理をするとかっていう時も、こっから出る輻射熱っていうものを一応これが遮断してくれるんですよね。仮にこれを使用しないんだとしても、やっぱりこれが一つあるだけで安心して調理ができるっていうところもありますので、僕はこの遮熱板を使用しております。こちらなんですけども、ジュニアコンパクトバーナー専用に作られていますので、こちらの専用ケースに直接入れて、それで一緒に収納することもできるので、持ち運びもすごく便利なので、これおすすめでございます。あと使ってて1点気になった点は、こちらが3つの足が出てるっていうふうに最初にご説明したと思うんですけども、これはものすごく安定性が抜群でいいんですけど、結構大きめのメッシュのテーブルとかに置くと、これがそのままスポッてはまってこういうふうに斜めになったりしたりするので、まあ、そういう網目が大きいものの上で使用するっていうことが想定される方の場合は、何か下に、まあ、何でもトレーでも何でもいいと思うんですけども、そういったものを敷いてから使用しないとちょっと倒れたりする危険性があるので、まあ、そこを、まあ、あんまり気にしなくてもいい点だと思うんですけども、もしそういうシーンがある場合は注意した方がいいんじゃないかなと思いますね。でしまうときはカセットボンベを外して、でそれでお徳を一つずつ折りたたんでいって、でここまで来たらまた足を上に立てて、でそれで一つ一つ折りたたんで、これで収納が可能ですね。でこっちにさっきの遮熱板が入ってるんですけども、この中に一緒にこんな感じで収納して、こんな感じで一つに収まります。で僕この外のクッカーを使用しているんですけども、この中にこんな感じで入れて、こうですね。でそれでこのネットとかに一緒に入れて、こういう風にすれば持ち運びとかもこのクッカーの中に収めることができるので、持ち運ぶときは僕はこんな感じで持っていくことが多いですね。最後に風のテストをして終わりたいと思います。扇風機の風を当てていくテストをしていきます。このぐらいの中火にして、まず扇風機弱、若干煽られてはいるんですけれども問題なく燃焼しています。次中、さっきよりもだいぶ煽られているなと思うんですけれども、それでもまだ上に炎が上がっていますね。最後強、強にしたことでだいぶ一番暴れてはいるんですけれども、それでも炎が上に上がっていて、でこれのままで消えてしまうってことはないと思います。やっぱりこの五徳が横にあることによって風をある程度遮ってくれると思いますので、そのおかげで炎が割と安定して出ていることが分かりました。であと考えられることとしましては、こちら長時間の調理には向いてないんじゃないかなと思いますね。というのもこちらずっと燃焼させていくことによって、このガスですね、ガスを気化させてそれを炎に変えていくと思うんですけども、その時に気化熱が発生して、このガス管、このガスボンベの温度が下がっていくんですよ。でそうするとこのガスの管の中の圧力が低下していって、火力が低下していくってことが起きていきます。でそれをまあドロップダウンとかって言ったりするんですけれども、そのドロップダウンが起きてしまうと、どうしてもふーっと思いっきり強火にしたとしても、こっちのガスが気化できないような状態で圧力がすごく下がってしまっているので、そうすると火力がぐっと下がってくるっていうことも考えられますので、まあ長時間の使用で、まあ、例えば何かを煮込むとか、あとはそもそも氷点下を下回るような寒い地域で使うとかっていう風になると、このジュニアコンパクトバーナーの場合だと、そういったシーンにはちょっと弱いと思うんですけども、普通に使用する分であれば、まあ氷点下を下回るような寒いところで使わないとか、あとは長時間使わないっていう風になれば、
ば、基本的にどこでも一年中使うことができますので、まあ、ほとんどの方がこれ1台だけあれば1年を通して使える。でそしてこの CB 缶を使えるっていうことで、コスパ、ランニングコストもものすごくよく使用することができますので、初心者で何を買えばいいのかわからないっていうふうに思っている方は、とりあえずまずはこの1台を買ってみようっていうエントリーモデルとしてこちらを購入するっていうことはものすごくおすすめではないでしょうか。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。